なんだよここ。キングダム。この世界では私こそが王。いい隠れ家だ。私が君たちに協力する代わりに革命軍に加わってくれないかな。これはこの世界における力の結晶。この新たな力はあなた自身、そして仲間の方にも扱えるものです。余計な手出しだったかな。先輩、ご無事でしたか。ショータイムだ。ペルソナ5タクティカ好評発売中。この間の満月も連中は例のシャドウを倒しとります。私はこの能力をなくして無意に生き続けるつもりはありません。どうでしょうジン、彼らは敵でしょうか。新しい敵が現れた。俺たちと同じペルソナ使いだ。ストレガと呼ばれていると。あれ、なんだ。お前を恨んどる奴がおんねや。でもって復讐を頼まれとる。やだ、来るな、来る。素晴らしいですよ、その声。お前ら、影時間が消えるっちゅう意味、よう考えとるんやろな。どういう意味ですか。あなた方は力が消えてもいいのですか。私にはこの力しかないのに。命より作戦が大事ってこと。正義のためなんて口ばっかでさ。俺この力を取ったら正直何もないんだ。タカヤ。良い子の皆さん、エスカレーターの逆乗りは大変危険です。パンケーキを作りたいんだ。レッツパンケーキパーティーであります。私たちにはあまり時間がないですから。影時間がなくなってしまったら何もかも忘れてしまうかもしれませんやろ。あんたや千鳥、三人でやってきたことも全部、それだけは死んでもごめんや。氷よ。あなた方が影時間を消すなどと言わなければ不干渉でいられました。私間違ってたみたい。初めて考えたの、自分がどうしたいかって。レールを外れて初めて見えたもんもあるさ。互いの力と運命とが残るべきものを決めるでしょう。来なさい。ご一緒に。ベル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 ベット、我が主長い花。これは定めに抗う巨悪の手に落ちた世界の命運は亡国の王子と指輪に託された。それは一角獣の指輪、代々コルニア王家に伝わる秘宝です。王族のみが浄化の力を解き放てると伝え聞いております。今わかった、託されたものの大きさとその意義を。行こう、
戦い抜く覚悟ができた。広大な世界を自由に駆け巡り、仲間と出会い、育て、指揮し、共に戦う。人間、エルフ、獣人、天使など仲間になるキャラクターは60人以上。暴虐の世に終止符を打つ。コルニア王子アレインが今こそ無念を晴らし、王国に、大陸に光を取り戻してみせます。アトラス、バニラウェアが挑む新生シミュレーション RPG ユニコーンオーバーロード、2024年3月8日発売。限定版モナークエディションは豪華スペシャルボックスに CD2 枚組の16ビットアレンジミュージックアルバム、全132ページのアートブック、最大4人で遊べる完全オリジナルカードゲームを同梱。先着購入特典はアトラスバニラウェア紋章セット、ジグンの旗をオーディンスフィア、ドラゴンズクラウン、13騎兵防衛剣の紋章デザインにカスタマイズできるファン必見の DLC セット。僕を覚えてるか。国民の信託を最も集めし者が次なる王となる資格を得るものとする。陛下のお命が奪われるなど。何時定めを課せられし子よ、憂いを抱える旅人よ。こいつら俺の凱旋者だ。果たして誰が次の王か。己自身に命じなさい。内なる英雄の姿に変われと。真の王を志すならば打ち勝ってみせよ。僕のいる世界の出来事は君にとっては絵空の子。まさか人間。この国は今有史以来の危機にさらされている。どうやら面白い力を手にしたようだ。主君に捧げると決めた覚悟そのものだ。これこそ人間の真実だ。道は二つに一つ。また会ったね。やはり君は興味深い。今こそあんた自身がそうなる番よ。正義かどうかじゃない。誰もが恐れと不安に負けそうで。理想を貫け。何が正しいのかわからない。全ての始まりはあなたの持つ小説。幻想はただの絵空事なんかじゃない。別の世界の話だ。誰もが平等で争いの存在しない、かつての陛下が夢見た世界でもある。すなわち幻想だ。愚かな王は死んだ。急ぎお釣りを決めねば王の魔法の継承は途切れて。国境の砦までも人間に落とされた。時期に全土がそうなる。ならば力ある者こそ
新たな王にふさわしい。新たなる王の誕生を望むその願い。さあ始まりました。玉座を争う王権競技会。民が王になれるなんて聞かされれば騒がない方が無理だ。融和など建前だ。この国は異種族が嫌いなのさ。エルダのお前になら分かるはずだ。その世界は種族が一つだけなんだ。残念だけどこの世界は小説とは違う。どの種族が偉いとか汚れているとか生まれて人生が全部決まってしまう。企みに気づけなかった。俺も失態だ。あんたは夢なんかじゃない。諦めたくない。あなたのようには。君の綴る物語を見せてくれ。叶えよう。君ならなれるよ英雄に。こんばんは。本日メタファーの世界をご案内させていただきます案内役の松沢千秋です。まずは最初にこちらの映像をご覧ください。攻略の順番とかも委ねていたりとか、行く先々でその展開が変わってくる。自分を操作しているっていうのではなくて、その世界である一つのキャラクターっていうんですかね。サビが入るようにして、あ、次の戦闘でもちょっとサビちゃんと聞いてみたいな。主人公はその選挙のレースに巻き込まれていくっていう話になるんですけど、当然旅をして各地を回りながらその主人公の支持者を集めていくみたいな展開になるんで、振り返って今出来上がりつつあるものを見てると、まあ、かなり贅沢なゲームだなっていう、まあ、2点3点していくような、まあ、ストーリー、あの先の気になるストーリーっていうもので引っ張りつつも、面白みの提供って意味ではボリュームもあるし、やりごたえがとにかくあるゲームに仕上がりつつあるなっていう感じです。あの魔法が使われてる、まあ、世界なんですけど、人々は普通に魔法使えないんですよ。装置を買わないと魔法が使えないっていう特殊な設定になっているんですよ。魔法って本来はその 人が持っているイマジネーションからその湧き出る力っていうような設定 でそれがちょっと失われちゃってる。魔法的な力が発動できない。つまり魔法の兵器に頼らないと魔法使えないんですけど、主人公たちは自分の体自体を兵器のように変えることができるっていう設定になっていて、それをアーキタイプっていうふうにちょっと呼んでるんですよね。人は生まれながらにいろんな融通をもともともう持っているんだけど、まあ、それが目覚めることはなくて、でそれが目覚めるとしたら、なんか自分の中にその セットできるものが最初から備わってるわけじゃなくて、人と触れ合うことで、出会って人の行動に感化されることで、あ、この人ってすごく実はナイトっぽいなとか実はこの人って本当に戦う人だな、戦士だなみたいな感じの人と触れ合うと、自分の中に生まれながらで持っていてなりを潜めていたファイターっていうようなアーキタイプが目覚めるみたいな、あの構造になってるんですよね。まあ、舞台王国なんですけど、王国の王様がまあ殺されてしまう。まあ、その中で殺された王様が次の王を国民から人気を集めた者に次の王を譲るっていう、まあ現代的に言うとまあ選挙ですよね。でそれをその魔法という装置でこの世界にかけられたっていうのが話の起点になっています。王を目指すっていうところは王道なんだけど、あのそこに至る道がすごく起伏に富んでいて、すごくミステリアスな展開になるっていうのところが、あの楽しみどころの一つかなと思います。この選挙魔法ってどんな人でも一番人気になれば王になれるって魔法なんですね。とんでもない公約を、まあ、その人気を集めるために掲げる人たちもいるだろうし、まあ、かなり面白い戦乱とか大混乱が起こるだろうなっていうのを予想して、
まあ、物語の起点はどんな人でも一番人気になれればあの王様になれる。でその後いろいろ起こるわけですよ。もともと権力を持っている人たちがじゃあどうやって今の権力とか人気を維持しようかっていう中で自分の力を示すレースみたいなのを始めるんですよ。で主人公はまあその選挙のレースに巻き込まれていくっていう話になるんですけど、当然旅をして各地を回りながらその主人公の支持者を集めていくみたいな展開になるんですよね。でそことあのファンタジーゲームで、まあ、よくある旅っていう要素でそれをちょっと僕らならではの工夫であのすごく旅の現実感とか日常感のあるような旅で割とシリアスでミステリアスな本筋のストーリーも楽しんでもらうみたいな形で両立できないかなと思って、作ってます。過去、まあ、ペルサシリーズずっとやってきてあの学園の日常生活、まあ、1学期2学期とこう続いていく1年を通じた物語作ってきたんですけど、学園生活って、まあ、ちょっと旅的なところってあって、まあ、春にあるクラス無理やりまあ分けられて基本的にその学年が終わるまで同じクラスで、過ごしていくわけじゃないですか。一期一会じゃないですけど一つの決められた区間の中で、まあ、出会いがあって別れがある。人生もまあ始まって終わるっていう一つの流れの中で縮図としてその学園生活ってあるのかなと思ってるんですけど、旅自体もあの旅の始まりとやっぱり旅の終わりがあって、旅の行く先々でいろんな人と出会って別れてっていうのがあって、で実際にあの旅するゲームたくさんあると思うんですけど、まあ、基本的に好きなだけまあ旅かけたい時間だけ旅できるじゃないですか。メタファーの旅はその時間がやっぱり限られていて、現代人が実際に旅をする時って時間決まってるじゃないですか。1週間だけ旅行に出かけられるとか2週間だったりとか2泊3日だったりもするかもしれない。現代人がなんかすごく身近に感じるような旅体験としてこの選挙の期間っていうその期間と、でその中で各地回らなきゃいけないですし、各地で出会った人を支援者に味方つけるためにあのいろんな戦いをこなしていかなきゃいけない。基本的には主軸となるストーリーをまあ追っていく、先の気になるストーリーを楽しんでいただくっていうのがベースであるんですけど、その合間合間にやらなきゃいけない、やれることについてはかなりあのプレイヤーのその攻略の順番とかも委ねていたりとか、そのプレイしていてこれが正解っていう確信がいい意味で持てない状態っていうんですかね、自分はこの例えば攻略しな絶対攻略 しなきゃいけないそのダンジョンがあった時にいきなりこのダンジョンに行って物事を解決するのか、このダンジョンは手強そうなんで先にこっちのクエストをやっておいて例えばレベリングしてから行こうかとか、いろんな計画がその何て言うんでしょうね、あのクエストごとのその難易度だったり、あるいはプレイヤーが感じる危険の予感だったり、いろんなところで判断ができて、そこでまあクリアした達成感が得られるってところがすごくその過去のペルソナシリーズのそのスケジュールで進んでいくっていういいところは取りつつ、今回の物語とその旅のシステムに完全にマッチした形でアレンジして消化してるってところがあのこのゲームの魅力の大きな一つだと思います。メタファーリファンタジオ年末特番メインキャスト大集合スペシャル。さあこの番組はアトラススタジオゼロの完全新作ファンタジー RPG メタファーリファンタジオの魅力をメインキャストとともにお届けする年末特別番組です。主人公役の花江夏樹です。今日はよろしくお願いします。さあ続きまして諸星さんお願いします。はい、皆さんこんばんは、ガリカ役の諸星すみれです。よろしくお願いします。さあそして小野さん。はい、皆さんこんばんは、ストロール役の小野健翔です。よろしくお願いします。はい、さあ続いて早見さん。はい、こんばんは、ヒュルケンベルグ役の早見沙織です。よろしくお願いします。おっ、さあそして最後に、はい、本日案内役を務めさせていただきます松沢千秋です。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いいたします。
はい、いつものアトラス番組とちょっとだいぶ違うと言いますか。あ、そうなんですか。いつもはどんな感じなんですか。いつももっと混沌としてるんですけれども。混沌としてる。なんかこうすごく新しいお客様をお招きして、ね、いい1年をねこれからみたいな。我々今しっかりしてる感じですか。はい。あ、もう全然、もう、はい、じゃあもう、うん、もっと砕けていいってこと。もう多分これから壊れていって全然大丈夫と。そうなんだ、ね、ナンスアトラスですから、ね、そういった、ね、ですが新作 RPG プロジェクトですよ、ね、うん、はい、まあ、ここからは主婦進行私がお預かりいたしまして、はい、お願いします。早速本日実施中のキャンペーンのご紹介をさせてください。では早見さん、お願いしてよろしいでしょうか。はい、本日の生放送中限定での、はい、でですね、X のキャンペーンを実施しております。キャンペーンはメタファー公式 X をフォロー&番組の感想などをハッシュタグメタファー年末特番をつけてポスト、抽選で5名様に番組出演声優のサイン入りポスターをプレゼント、ぜひ皆さんご参加お願いします。はい、そして今、はい、すーちゃんが、はい、いっぱいいっぱい、ね、全部隠れちゃう、はい、yeah. 数少ない私のできる仕事で、いいサイズ感ですね、このポスター、みんなのサインが、はい、あ、うん、ちゃんとキャラクターのお隣に、はい、書かせていただきました。もうガラス窓で、あの外に見える形で貼りたいですね、これね、ぜひつける感じで、はい、ご参加ください。はい、こちら5名様にプレゼントといたしますが、今回書き下ろしの新しいイラストですね。ぜひね、こちら皆さんキャンペーンご参加ください。はい、諸星さん、ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、ね、では続きまして、うん、番組冒頭で12月8日に公開されたセカンドトレーラーザ・ロイヤルトーナメントのこちら開発スタッフのインタビュー映像放送されましたが、いかがでした。はい、いや、もうワクワクですよ ね、 ね、本当になんか、はい、いろん な、 なんかこう特徴的な言葉、うんうん、はい、なんかアーキタイプとか、はい、タイプね、うん、あとやっぱすごい気になったのは選挙魔法ですよね、うん、これがやっぱりなんかすごい今まで聞いたことないなみたいな、うん、あの内容だったので、すごいワクワクしましたし、早くなんかプレイしてみたいなっていうのはね、うん、すごい改めて感じましたね、はい、いや、なんかファンタジー世界の社会が見えてきましたよね、うん、本当にね、早く、うん、なんか本当なんか自由度がすごいなっていうのは今あのインタビューで、はい、あの話されてたのを見ただけでもなんかちょっと伝わってくるようなね、うん、感じがしましたし、うん、早く詳細見たいですよ ね、 ね、ですよね。はい、はい、はい、早見さんどうでしょう。普段ね、なかなかゲームってご自身では珍しいですけど、はい、機会はあの自分がプレイする機会少ない方なんですけれども、うん、今出てきてる情報がすでにすごすぎて、うん、あの、なんですかね、シンプルにまず絵がめちゃくちゃ綺麗っていう、うん、はい、ところにびっくりしましたし、キャラクターのなんか細かい表情とかもすごい精密に描かれていて、好奇心が今続いてますね。野星さん、いかがでした。いや、なんかその自由度が高いのももちろんですけど、その中でもこう期限が決められてたりとか、はい、割とこうなんかそういうメリハリというか日常感っていうのもなんか親近感のある感じでこう楽しめるだろうなと思いますし、私も普段はあんまりゲームする方じゃないんですけど、ちょっとすごくワクワクして見れてやってみたいなって思いました、うんうん、ね、なんかファンタジーらしいけど現実的なね、旅を感じ取れるんじゃないかなというね、こちらの映像をご覧いただきましたがさ、ペルソナシリーズ、アトラスといえばまあね、メガテンペルソナですが、ペルソナだと学園生活がある種こう旅に通じるものがあるね、人生の縮図なんかな、縮図なんじゃないかというね、非常に興味深い話もありましたし、まあ、あと今回ファンタジーが舞台なんですけれども、やっぱりこうアトラスのファンタジーがどういうものなのか、メタファーの世界でどう生きていくのかというのがね、多分これまでこの会社のこのタイトルやってたけど全く新しい別体験になるんじゃないかなというのを感じました、うん、ね、でこちらメタファーが旅がテーマの一つと描かれている、旅がテーマの一つとして描かれている作品だそうで、なんかちょっとこう車に乗ってね、そんな感じもありましたよね、皆さんでね、確かに移動してなんか移動の時間が多そうな感じしましたよ ね、 ね、掃除してたよね、掃除してたし、なんかその間になんかこう親密度上げに行ったりとか ね、 なんか話してるね、演説みたいな、体育座りもしてたし、体育座りしてた、なんかかってたんだろうな、ね、凱旋車の戦闘で ね、 ね、なのでそこでもなんかいろいろありそうですよね、面白そう、ね、結構旅行中にいろんなことありますからね、はい、確かに、ね、
で続いてそのセカンドトレーラーについてちょっとね伺いたいのですが、花井さん結構あのね特徴的なセリフございましたね。はい、なんかいろいろありました ね、うん、でもあんまりこうそうですよ ね、主人公ですからね、あんまり多くは語れないんです。そうですよね、今日どういう気持ちで出ればいいのかなみたいなどこまで言っていいんだろうみたいな、確かにそう、あどこまで言っていいのか、ね、ただ結構やっぱりボリュームはあったんですよ収録の、はい、台本こんな分厚いのが3冊ぐらいあって、はい、しかもなんかめちゃくちゃおしゃれな形じゃなかったですか。そうおしゃれ、なんか普通って A4 なんですけど、なんかね こんぐらいの古の書みたいな形で、そうなんかこんなサイズの横長のやつでしたよ、こんな台本でね横長、はい、面白かったこうそれがアトラスさんらしさなんですね。そうです ね初めて聞きましたこのタイプは、うん、いやだって結構ゲームなのでいろんな読み方がきっとあって、うん、正解がねこう一つじゃないかもしれないし、うんうん、相当ボリュームあったんじゃないかなって思いますね。例えばそのまあ種族に関してのねお話もありましたね、花江さんね。ありましたね。ね、なんかいろいろ種族ね、いろんな種族がいてね。いましたね。あれどこまで喋っていいんでしたっけ？ね、言えるとこ言える。ただなんかこう選挙なんで、いろんなやっぱ種族だったり性格の人とかがちょっとまあ王様に立候補してこういうことしますみたいなね。そういう中でなんかいろいろこうちょっとストーリーが進んでいくのかなみたいな、なんか中村さん的な人がすごい喋ってましたよ、ね、喋ってましたね。なんかすごい選挙っぽいことっぽい感じのねなんかやってて、ああいうシーンが多いのかな。どうなんですかね。そうか、選挙演説的なものもたくさんきっとそれぞれ出てくるのかなっていうね、楽しみはありますし、まあ本当にね、あとあのお経ラップみたいな、なんて言うんでしょうね、住職さんのねちょっとあの最初のこううなりから始まってみたいなね、はいはいはい、あの雰囲気もすごいですよね。あれいいですよね、あの音楽ね。そうですし、まあ本当にあとはアクション要素を追加したバトルっていうのがあって、ちょっと多分ペルソナ5あのプレイされてる方だとなんとなく感じ取れるかもしれないんですけど、とにかく操作性が気持ちよかったんですね、はい、5であったり、はいはい、それがさらにこうなんかいろんな要素追加されてるっていうと、もう集大成というか、なんて言ったらちょっとね、今お話できること少ないかもしれないんですけれども、はいはい、かなりアトラス作品としてのボリュームがふんだんにこうパワーアップしてるんじゃないかなって、なんかこうペルソナからのいいところを引き継ぎつつまた新しくっていう感じがしますよね、うん、あれアクションボイスとか皆さん取りました？あ、取りました気がします。取りました取りましたし、あのね、収録の時ねちょっと笑っちゃいけないんだけど、あの結構な頻度でペルソナで言うところのっていうディレクションが入るんです。あるんですね。そうこのねセリフはペルソナで言うところのこれなのでみたいなのが入るんで、ペルソナディレクション、そうディレクションはあ、なるほどねっていうね、これはもうあの叫んでくださいっていうペルソナでもそうだったんでみたいな。そうなんかスミレさんもすごいアクションボイス多かったって。そうなんか実際自分が戦うとかじゃないんですけど、サポートキャラなんでこうアシストのボイスが結構多いんです。今ここを攻撃してみたいな、それを全キャラ分取るので、ヒュルケンベルグなんとかしてっていうのをみんな分取ったりするから、はいはい、それすごい多かったりとか。あのペルソナやってると3だとあの子で、4だとあの子で、5だとあの子かなっていう、あもういるんですね、全部そういうナビ的な対応してる、はい、あとはもうヒュルケンベルグが一生言えなかったヒュルケンベルグ、ね、ヒュルケンベルグ春と言えないんだよね。だ私も自分もあんまりこう最初、うん、ヒュルケンベルグなのかヒュンケルベルグなのか、ちょっとわかります、ヒュルケンベルクなのか、そう俺クって言っちゃってたんだよね、うん、でももう3部分に分けようと思って、うん、1,2,3 ヒュルケンベル、そうそう、はい、1,2,3 で覚えて、はい、ストロールも言いづらいですけどね、結構ね、あなんかストロークって言っちゃいそうになるね、確かにとかね、個性がある、特徴的なね、そうですね、はい、かなりキャラクターのお名前だったり、あとセリフもきっといろんな特徴的な単語あると思いますが、なんかペルソナらしいといえばらしいけど全然違うなって思うのがやっぱタッチがちょっと違って、はいはいはい、ね、ペルソナってパキッとしてるんですけど、はい、メタファーの場合すごくこう筆感を残した、ね、これすごいすごいですよね。綺麗、細かい。だし、これがすごいよな。細かいな。本当。ね、いけそう。こんな。いけそうって何ですか？いけそう。中入り込めそう。リアルすぎて。そういうことですね。
なんか写真っぽいけど、はい、よく見ると絵画っぽいタッチが、こんなの一人で描いたら1年2年ぐらいかかりそうです、ね、対策です、ね、超対策ですよね。すごいよな、すごいわ。どこら辺にみんな住んでるんだろうね。あ、確かに中に住んでるんだろうね。そうですね、細かいところにね、きっとありますものね、人の人々の生活がね。すごい。私、まあ、絵画帳であったり、まあ、後ほどねちょっとじっくりは触れていきますが、音楽もねちょっとそのお経っぽさもあったり宗教音楽っぽさもあったり、うん、作家さん的なものもあったりで、全然また別ジャンルが始まったなっていう感覚もね、うん、抱いておりますが、そして PV 映像にもございましたが、改めて今回セカンドトレーラーで日本語ボイスキャストの一部発表されました、うん、はい、はい、もうすべてこうね、すごい、全員知ってる。そうですね、全員知ってるよ。もう誰が誰かっていうのを全部当てていきたいですけれども、うん、やっぱり印象的だったのその古谷さんの、あ、古谷さん、はい、分かりやすいというか、ね、もうかなりキーマンっぽい感じで喋ってましたもん、ね、もうなんか秩序しか感じない声してました、ね、確かにね。ね、あとおせやさんも喋ってたかな。おせやさんもね、喋ってたね、はい、かっこよかったな。あ、ね、あと先ほどもおっしゃってたあの中村さん印象的でしたね。中村さんね、なんかこうやって喋ってたね、うんうん、ね、そう、なんかすごく私はこれをしますみたいな、力強い、うん、すごくね説得力の強い印象を受けましたし、うん、すごい豪華、ね、豪華ですね。だから本当に豪華、みんなさんがこう手を取り合えるのかそうじゃないのか、はいはいはい、とか、あと誰が仲間になるのかとかね、誰が敵対するのかとか、今やっぱ全然情報がないから、そういう楽しみ方ももしかしたらできるかもしれないですよね。確かに PV の中で、あ、これはこの人かなとかね、いろいろ多分見つけてる方もねいらっしゃいましたから。ただこう数多くの方々参加されてますけど、収録ってお一人ずつじゃないですか。はい、基本的にはそうですね。ですよね、多分だから見えてる世界が全然違うと思うんですけれども、うん、花江さん主人公って、はい、やっぱりこうそんなにこう周りのキャラクターに比べるとセリフって、セリフ量的にはそうですね、うん、結構、まあ、あの PV とかでもちょっと映ってたんですけど、はい、あの人との対話するときに選択肢が出てくるんですよ、はい、で3択ぐらい出てくるんですね、はい、でそれぞれこう、まあ、方向性の違う回答があるんですけど、それをあの喋ります。あ、はいはい、なんで基本的には一言一言短いし、あんまりこう人とこう、あ、なんだろう、なんだろう、すごいラリーをしてるわけではないので、うん、頻繁に、うん、だから僕は主人公なんですけど物語の全容をまだあんまり分かってないんですよ、うん、そうね、やっぱ実際プレイして、はい、あ、ここがこうつながってるんだみたいなのが今からちょっと楽しみだなっていうところと、はい、あとは何ですかねあのプレイする人によっては全く主人公の印象が違うように演じ分けました、はい、おー、その、まあ、例えばなんですけど、はい、その1個目の回答はもう正統派、はい、主人公、2個目はちょっと不安げ、うん、3個目ちょっと3枚目みたいな、うんうんうん、もう選択肢がそうなんですよ、はい、だからそれを印象付けるためにちょっとこうそこはあの気をつけて収録したので、だから3個目ばっかり選んでる人が主人公に抱くイメージはちょっとなんか、はい、こいつふざけてるやつだなみたいな、めちゃ3枚目のやつだなっていう人もいるかもしれないですね、じゃあそれ3通りいろんなパターン見ていかないと、そうですね、主人公像がね、はい、うん、かなり人の数ほどありますね、うん、確かに、ね、あと皆さんどうでしょう、その先ほどねペルソナではこれっていう分かりやすいディレクションがあったっておっしゃってましたけれども、はいはいはい、メタファーのこう世界ってどんな感じでというか、率直な感想としては、うん、あのとにかくやっぱ用語と、はい、あと、まあ、用語が難しかったからすごい難しかったよね。でもなんかそれだけやっぱ世界観が、はい、をしっかり作り込んでるんだろうなっていうのはやっぱり、うん、もう台本から感じ取れましたし、うん、なんか我々もやっぱその中で生きている人間として、その全く聞き覚えのない用語たちをいかにこう自然にというか、はい、それが当たり前の世界にいるよっていうところでやるかっていうのは結構やっぱ大変でしたし、あとまあ印象的に残ってるそのペルソナ的なところでみたいなやつで言うと、なんかやっぱ覚醒
はい、する時にやっぱこう、はい、みんななんかそれぞれ強い思いみたいなのを叫んでこう、はい、わーって覚醒するじゃないですか、はい、ここはそうですっていうところが、うん、まあ、今回もあるよっていうのは、はい、ありましたね。あの角は意識したんですか、喋るとき。あの角はね常に意識してます、ね、自分はやっぱ角があるから、角があるから、角がある感じの、あ、角に響いてる感じの、そうそう、のここら辺の響きを大切にすれば今いや、さすがだな。いや、あるよね、でもそういうこと、ね、あるでしょ、あるかな、意識して、ありました、あ、ね、私角生えたことない、今まで、角生えたことないの、嘘、一回も、角歴がないんだ。でもね、そっち羽生えてましたよ、ね、私羽はよく生えます、ね、羽よく生える、羽よく生える、羽意識するっしょ、やっぱ羽意識します。あ、そうですね、チョコマかチョコマか、浮遊感みたいなね、人よりもなんか動く、はい、あの、なんですかね、スピードが速いっていう、はい、うん、なるほど、ちょこちょこしてる感は今回も意識して、はい、あの、可愛く、うん、みんながシリアスな場面でもなんか癒されるようなキャラクターにっていう風に収録やってたし、すごい収録終わるたびにスタッフさんとかが可愛い可愛いって言ってくれるから楽しかった幸せな気持ちに、気持ちになれてましたね。本人だね、じゃあね、そんなこと大事だそれかなり楽しみですね、うん、ハミさん、じゃあ耳意識したりとか、はい、耳、そう、耳は意識しますよ、ね、あの、よく聞こえる感じ、そうですね、なんかすごい鋭利、うん、相当ひよってます、そこで攻撃できそうですね、確かに、ビンでね、でもこうやっぱりボンってやればね、うん、結構ギャップがあるところもあるんですよ、はい、なんか、まあ、あの、真面目ですし、うん、いろんな、まあ、後々ちょっと多分今日お話できると思うんですけど、はい、いろいろこう本人の中で抱えているものもいろいろあって、ちょっとこうシリアスなシーンとかもあるんですけど、結構納金感もっていうようなディレクションの中では割とこう豪胆なところもあって、はい、豪快に生きてるような、はい、セリフも多かったですね。意外とギャップがあるかなっていうような印象は、ね、そうですね、あったかな、はい、うん、確かにキービジュアルから受ける印象も強いですもんね、うん、彼女もめちゃめちゃ強いし、なんか凛としてそうなね、うん、感じで、あ、うん、じゃあそんな早見さんもちょっと楽しみですね。豪快な人なんです、ね、はい、ね、といったちょっと印象を伺ったところで、先ほどご覧いただきましたセカンドトレーラーザ・ロイヤルトーナメントですが、この映像はですね、先週日本時間12月8日金曜日にアメリカ・ロサンゼルスにて開催されました世界的なエンターテインメントショーザ・ゲーム・アワード2023にて発表されました。でこちらザ・ゲーム・アワードはゲーム開発者や著名人など多数な、ね、もう多様な人々を集めて最も没入感があり、そして挑戦的なエンターテインメントとしてのゲームの地位を称え向上させることを目的としたイベントとなっております、うん、もう配信とかでも、ね、ご覧いただいた方も多いかもしれませんが、今回2022年の開催時期、ね、こちらおよそ1億300万、今回の、ね、開催時ですね、1億300万もの、ね、視聴数を誇り、今年も世界中多くのゲームファンがこのセカンドトレーラーを視聴していたということで、このイベントでのちょっと様子を撮影した映像がございますのでご覧ください。すごい人、ここでご紹介があった流れのコメントの流れがすごかったですね、うん、お、湧いてる、声が、すごい、すごい、うん、会場すごい、湧いてる、はい、一部すごい、ね、規模がすごい、1億人が見ていたと、はい、ね、1億人って、うん、すごいな、すごいな、なので本当国内外ですごく注目度高くて、うん、ただペルソナタの開発人というか、あの陣営が全く新しいものを作るんだっていうことにものすごい注目度が高まっている、うん、といったね、現場の様子もお送りしたところで、はい、さあメタファーリファンタジオ一体どういった作品なのか、それをここから本作ですね、魅力を5つのテーマに沿ってご紹介してまいります。で5つのテーマがこのようになっております。まずはペルソナ3、ペルソナ4、ペルソナ5のクリエイター最新作、そして世界の舞台と8つの種族、うん、さらに
物語の始まり、そして主人公と世界変革のために集う仲間たち、そして最後ユニークなゲームメカニクスとなっております。これがこれよ、これこれ、これがこれがメインよね、これがメイン、今日のね、これが知りたかったはず、そうや、そっからはちょっと喋れるかも、ようやくだからお話できることが増えてきたんじゃないかなって、コメントもすごいやっぱりおってなるよね、ようやくね、そうなんですよ、ちょっと緊張もほどけてきたところで、じゃあちょっと行っちゃいますか、はい、はい、さあまずは一緒に見てまいりましょう、最初はこちらです、ペルソナ3、ペルソナ4、ペルソナ5クリエイター最新作、はい、ということでもう何度も申し上げますが、ね、はい、まあ、今回ゼロからのご紹介ということで、もしかしたらペルソナご存知でない方もね多いかもしれませんし、人によってはねもう本当にここから初めてね触れるよという方もいらっしゃると思うので、ちょっとご紹介させてください、はい、お願いします。ペルソナシリーズとは、現代日本の街を舞台に学校生活や友情、恋愛などの身近な出来事を体験しながら、同時に不可思議なこの、ね、まか不思議な噂や都市伝説などオカルティックな事件に立ち向かうジュブナイル RPG シリーズです、うん、そしてペルソナ5最新作ですね、世界で数々のゲームアワード受賞し、シリーズ累計1700万本を記録、うん、うちペルソナ3、4、5のディレクターを橋野桂、そしてキャラクターデザイナーを末島重則、コンポーザーを目黒翔司が務めております、うんうん、おそらくプレイしたことない方でも、うん、なんか見たことあるとかは結構ね、ね、アニメとかは ね、そうですね、やってますよね、うん、なんか絵柄結構特徴的ですよね、うん、なんかちょっとこうアートっぽい感じもありつつ、うん、スタイリッシュで、ね、うん、おしゃれです、おしゃれ、うん、なんです、そんなイメージはすごくありました、うん、ペルソナ、ね、うん、あとやっぱりこう本当に現代劇 RPG で青春群像劇っていうと、やっぱペルソナっていう、ね、うん、印象がすごく強いんじゃないかなと思いますが、うん、まあ、コメント欄であったり普段番組ご覧の方はもうねご存知の方多いかもしれませんが、続いてまいりましょう、ペルソナについてざっくりご紹介したところで、本作メタファー、はい、クリエイター陣がこのようになっております、はい、まあ、ディレクターは橋野桂さん、うん、そしてキャラクターデザイナーは添島重則さん、コンポーザーは目黒翔司さんといった、なんて言ったらいいんでしょうね、もう三頭身というか、三頭身、はい、もうあの今世紀最大の三つどもえが強くてニューゲームを始めましたみたいな神たちの始まっちゃう感じだ、本当にここのこの新しい作品お好きだと、なんかすごいものが始まるなっていう、はい、絶対信用できるって感じです、そうです ね、 ね、だと思います、あのかのこのお三方の青春群像劇ではないです、うん、メタファーはもしかしたら、でももしかしたらあるかもしんない、その説ある、はい、そう、自己投影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 すごいストーリーですね、青春が、うん、ね、旅旅って言ってましたよね、でも3人で旅するんだ、間違ってないかもしれないです、俺たちのゲーム作りも旅です、そうだよ ね、 ね、そうですよ、情熱、うん、そっかそっか、だって多分長年ね開発してきて、うん、絶対大人の青春みたいなね、紆余曲折があったわけですから、すごい、うん、おっしゃる通りだと思います、ね、ね、はいはい、そしてさらに、ね、セカンドトレーラーでこのクリエイター陣に加えて驚きのゲストクリエイターの、ね、こちら参画情報発表されました、こちらです、はいはい、さあコンセプトアートは、ね、もう花井さんも馴染み深い、はい、ニーアオートマートの小田和馬さん、はい、ね、まあ、2つの浪人さんですね、素晴らしいですね、はい、そして背景美術など、ね、この世界の美術を、ね、担当されましたね、はい、横尾さんがですねニーアのディレクターの横尾さんがですね、はい、このリファンタジオについて、はい、すごいご覧になりました、危険を感じているっていうプレゼン動画がだいぶ数年前に、はい、投稿されてて、はい、それを見て僕は、うん、あ、アトラスさんの新作はちょっと横尾さんがちょっと、うん、怖がってるんだと思って、うん、はい、うん、なるべく僕もじゃあ横尾さんに対してはそういう話題を出さないようにしようって思ったら、はい、オファーが来て、はい、あ、すいません 裏切りますって本当面白くてなんか横尾さんすいませんそこから花江さんと小田さんにつながったのが本当面白くて、ちなみに、ね、石川さんも出てます、そうなんですよねねえ、なんというこうカウンターといいますか ね、 ね、それぐらい期待値、そう、期待してるという ね、 ね、相性の裏返しですね、はい、はい、そしてさらにですね、先ほど出てきました凱旋車というね、鎧の戦車と書いて凱旋車、こちらのデザイン原案には新世紀エヴァンゲリオンのメカニックデザイン手掛けられました山下育人氏が、ね、すごい、ということで、
だから主人公たちのあの旅の移動ですよね。はいはいはい、あれを山下育人さん。いやこれかデザイン本当かっこいいですよね。はい、うん。そりゃお掃除もしたくなるわ。綺麗に綺麗に綺麗にしたいよね。ねえ。ですしやっぱりこう、ね、うん、エヴァで育った身としては、はい、あまたこういった形でねこういう、まあ、ロボというかメカに乗れるんだみたいな ね、うんうん、ね移動手段として ね、 ね、はい、なんか設定資料だけで一冊できそうですよ ね、 もうね、うんうん、できると思います、うん、本当にあの全て話せることがねもう全部出揃った時に全部見たいですね、うん、確かに、うん、ですので、まあ、外戦車ねあの、うん、ちょっとあの戦車なんですけど動物っぽかったりなんですよね、そうだから2本足が、ね、生えてたかなっていうちょっとねトレーラーね後でもちろん何回もご覧いただけますのでご確認いただけますと幸いです、はい、ですので、まあね、そのアトラスの誇るもうあの、ね、3人に加えて、はい、こういった方々がちょっと参加してますよというね、はいはい、そんな楽しみな要素をお届けしたところで期待値が上がっていく一方ですね。いや本当にこんなに上がっちゃって、うん、なんかもう生きて帰ってこられるのかなって本当にね本当に楽しみにしてたので、うん、もう発表から何年待ちわびたかっていう、はい、なんですよ、うん、というね思いがちょっと溢れてるじゃないですか。最初の発表の時そうなんです、もう発表の時からあれ2016年とかだったので、ね、それからなんか触れていいのかどうか分かんなくてこんなに元気に動いてたんだっていうのがすごく嬉しくて途中本当に動いてるのみたいな、いや本当にそうなんかこう触れてはなんか名前を言ってはならないヴォルデモートみたいな全然そんなことなくてこんなにねもう生き生きとあとは年明けを待つだけみたいな、うん、ちょっと今日は若干テンションが、ね、おかしくてごめんなさい、ね、おめでとうございます、はい、ありがとうございます。続いて参りましょう。続いてこちらです。メタファーリファンタジオ世界の舞台と8つの種族、うん、さあようやくやってまいりました、はい、種族ですね、はい、では、はい、まず種族もそうですが世界観について賢秀さんちょっとご紹介をお願いしてよろしいでしょうか。はい、はい、いきます。はい、お願いいたします。8つの異なる種族が生きるここではない世界、はい、その一角に存在するユークロニア連合王国、はい、英雄的な初代王によって起こされ強大な魔法を受け継ぐ強い王家によって併合統治されてきた連合国だが長きにわたる経年から次第に腐敗し今や格差と差別に引き裂かれた美徳なき国へと堕落しつつある。広大な国土には跋扈する危険な動物たちに加え人間と呼ばれる謎の怪物までもがはびこり出しもはや都市の外にはわずかほどの安全もない、うん、そこにユークロニア王国の王子国王が暗殺され統治者不在の王国にさらなる混迷と不安がもたらされていると。うーん、なかなか壮大というか荒れてますね。荒れてます。物騒ですね。だいぶ荒れてます。はい、いやしかしあちらからすると人間が怪物扱いって、ね、早見さんいかがでしょう、ね、ちょっとちょっと穏やかではない。スーちゃん穏やかじゃないって。穏やかじゃない。穏やかじゃない。久々に穏やかじゃないよ。穏やかじゃないね。そうよね。結構何でもありみたいなね。政治腐敗もあって格差もあって強奪もあり、はい、なかなか世界観というか設定としてはすごいところから始まりますね。ありとあらゆる悪行がバッコしてますから。バッコしてます。バッコってあんまもうよもう聞かないですよ。聞かないですよね。もうすごい世界が。早見さんバッコもう一回言って。バッコ。強い。いやそれぐらいのことが起きてますから。いやこれどうなっちゃうんです。だってここから始まるっていうのが、うん、それがすごいですよね。ね、物語がすでにもうその世界があるっていうところから。はい、どう始まっていくのかっていうの気になります、うん、なかなかハードなスタートですが、はい、さあではこの世界で暮らす、ね、8つの種族見てまいりましょう。ではこちらのご紹介を諸星さん早見さんのお二人にお願いしてよろしいでしょうか。はい、はい、まずはこちらです。クレマール族、うん、はいはい、こちら小野さんが演じるストロールもこの種族です、はいはい、そのです。あ、
そうだ、頭の両側に特有の角がある。あ、うん、体格や身体能力は平均的。平均的です。王家笑わないであげて。王家をはじめ王政の要職、要人の多くを占めており、うん、王国の中心的種族とみなされる場合が多い、うん、彼ら自身もそうであるという感覚を無意識に内面化している傾向がある。なるほどね、無意識に、無意識に、無意識に。はい、そしてですね、ルサント族、はい、これあのヒュルケンベルグもルサント族でございます、はい、長く突き出た耳がある、うん、体格や身体能力に優れており軍人が多く、軍では要職を担う者も多い、はい、勝ち負けにこだわり何事にも優劣の確定を求めようとする好戦的な気質のものも少なくない。なるほどね、なかなか強い。結構種族によってね、性格の傾向が違うんですね。全然違いますね。はい、では続いていきます、うん、イシュキア族、はい、体の各所に優雅な翼を持つ、うん、他の種族より知能に優れる。多くの者が学者や聖職者など知的労働で高い地位についており、富裕者も少なくない。容姿も相まって憧れを集めることもある種族だが、他を見下す言動をする者がいるため同じくらいの嫌悪を向けられている。中村さんがこの方だったかな。え、中村さん羽生えてんの？羽生えてるか。なんか、いや、中村さんは別の方、確か違います。違う。この方ではない。はいはい、この方ではないです。まあ、本人自体には羽は生えてそうです。生えてそうですね。生えてそう、はい、年々生えて翼を持つ感じありますよね。あれ、そうなんですか？そういう感じなんですか？翼を持ってるんですか？わかんないです。わかんない。内緒内緒内緒。本当は天使だったんですよ。実は、うん、実は私これなんかどこまで本当でどこまで本当で、ね、大体嘘体調だ。難しいな。そしてローグ族、寿命の長い種族。中には他種族の平均寿命の2倍以上の時を生きる者もいる。加齢の特徴が独特で、中高年期と老年期が長く、うん、生涯時間の大半を占める。お、伝統的な年功序列の役職においては結果的にローグ族が高い地位につくことも多い。知識や意思を引き継ぐということに高い価値を見出す文化。なるほど、ね、長くね。なかなか、でも中高年期から老年期が長いってちょっと辛いです ね, ね, ねだからおじいちゃんになっちゃうと思うんですよ ね, ね。まったり生活で、確かに、ね、そう聞くといいかもしれないね。まったりスローライフだ。スローライフ、スローライフこの世界に。私でもちょっとこう多種族の2倍以上だから、うん、すごい仲いい多種族とかいたらちょっと、うん、あーっていう、ね、切ない。そうそうしないといけない。そうですね。そうそうし確かに、はい、同じように時を重ねていけるとは限らないですもんね、うん、種族同士で、ね、気になる、ね、はい、続いて、はい、ニディア族、うん、大きな目とその色調に特徴がある種族、うん、ことさら秀でた特質はないものの、社交的で人の心をつかむことに秀でたものが多いと言われている。だがそうした気質は一方で、口が立つ分信用ならない変わり者であると悪く取られてしまうこともしばしばある。あ、複雑。なんかみんなちゃんとこうやっぱ人間じゃないですけど、こうプラスマイナスがしっかりあってリアルです、うんうんうん、目がすごい、ね、キラッキラ、キラッキラな、ね、うん、綺麗。ニディア族、うん、すごい、ジャワの表紙みたいな、ね、ジャワの表紙星どんだけ入れるんだ。キラ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 な、ね、可愛らしいけれど、うん、ちょっとこうね、気質的にはね、そう、うん、難しいですよね。でも悪くないことですよね、この社交的、うん、ね、そうですね、うん、一方ではね、うん、ね、いろんな方がいらっしゃいますが、さあ続いてまいりましょう、はい、そしてパリパス族、はい、獣のような耳と尾を持つ。身体能力が高いが感性もまた身体的で、良くも悪くも享楽的。宴と賑やかさを好み、細かいことを気にかけない陽気さは長所でもあるが、深い思索を好まない短慮さとして現れることもまあまあある、うん、政治では優位に立てず、他の種族から何かと見下されている。あ、パリピ族だ。これはパリピ族。パリパス族。パリピス族、うん、服装がド派手です。確かにあれ、うん、何やってるんだろう、イエーイって感じの、
ね、パリパス多分なんかね、パリピ族全然使わない場面者もちょっとなんか、ね、もうコメントももうパリ本当だ本当だパリピ族ね、了解みたいな感じになってる、うん、そうですねそのノリもパリピ族なんだ確かにパリピじゃないか、ね、一番最初に覚えられる種族かもしれない、うん、確かにな、でもなんか楽しそうですね、なんかこうやり取りがね、どんな感じの会話になるのかすごい気になります、うん、陽気ですね、ね、陽気なね、パリピ、パリピ族ですね、はい、はい、さあ続いてまだまだございます、はい、続いてユージ付属、コウモリのような翼と耳を持つ、人型と異なる容姿や能力から気味悪がられて差別を受ける、そのため大半のものが裕福とは言えない生活を余儀なくされており、うん、種族的な地位は低い、気質はおしなべて温厚であり協調性を重んじる、しかし同時に大きな決断が苦手で常に他者を案じて二の足を踏みがちである、へー、あー、分かるな、なるほどね、慎重なのかな、うんうん、いやでも可愛いですけどね、可愛らしい、ね、見た感じね、だし、なんかこの中だと一番こう信頼できるっていうのも不思議ですけれども、うん、なんかちょっとね、なかなかこう一番堅実そうというか、うんうん、どんな感じ、モフモフしてるんですか、あ、はあ、触り心地、ザラザラザラしてたら触り心地気になる、サメ肌みたいな感じ、ハイザメもね、ハイザメもサメって入ってるし、触りたいんです、触り触ってみたい、かわいい、意外と硬いみたいなこと、そう、あれ髪の毛生えてるの、髪の毛生えてる、前髪あります、毛とかね、まつ毛とか、可愛いですよね、全然気味悪くない、なんかスカーフしてたりとかね、うん、おしゃれさもありますね、ゴーグルもしてる、うん、はい、はい、さあそして最後ですね、ムッタリ族ですね、うん、額に第三の目を持つ、うわぁそんなにすごい刺さるなぁ、ね、そんなに持ちたか、持ちたかったのね、そんなに持ちたかですか、え、もちろんもちろん面白い、確かにケンシオさん第三の目似合いそうな髪型してますもんねここにね、こうやって欲しいですよ、勝ってこう第三の目だけ、第三の目を持ってます、ムツタリ族は独特の覆面や民族衣装のため不気味がられている、うん、正教とは異なる独自の信仰に帰依しているため、本土では異教徒として迫害されてしまうことも多く、どこか謎めいている、謎めいてますね、見るからに謎ですね、見るからに謎めいている、なんだろうあれっていう、なんとあれはそうなんですよみたいな、うん、何を かぶってというか、うん、ね、これだけ見てもかなり多種多様な種族がね出てまいりましたが、どうでしょう皆さん、推しの種族ってできました、推しの種族か、まあ、気になるもので、も皆さんはみんなパリピ族を覚えて、もやっぱりね、でもイシュキア族とかやっぱ翼はかっこいいなって、はい、イシュキア、俺もねイシュキア族がいいなと思ったんだよな、やっぱ翼、翼ね、翼欲しい、綺麗な感じがね、授かりたい、あの知的でっていうところね、しますよね、ただこれが生まれた途端にというか、やっぱ生まれ持って決まってるっていうのがね、確かに、まあ効果不効果なんでしょうけど、これだけね種族がいて、うん、しかもなんかその説明の中に、はい、その無意識でとか、なんかそういう、はい、こうあんまり自分は意識してないけど、はい、そう捉えられちゃうとか、はい、っていうのがあるのが、これだけ種族がいることのやっぱ大変さ、うん、が出てくるんだろうなみたいな、そうなんですよね、先天的なものって変えようがなかったりするから、そこがまたね、どう本当にどうやって物語に影響してくるのかが気になりますが、これ主人公は、主人公は実は主人公、花井さん、どれなの、ね、これはイシュキア、主人公はこの中に含まれてないんですよ、なんだってそれは主人公だこんなに種族がいるのに、さすがの主人公か、主人公だから選ばれてるね、まあ、映像の中でどの映像だろう、杉田さんに、はい、どの杉田さんだろう、映像の中で杉田さんって書いてあるの、映像で杉田さんに、杉田さんじゃないか、あの杉田さん、はい、あの杉田さんが、や、そう、杉田さんのキャラクターですよね、杉田さんを感じる、はい、杉田さんを感じる人物に杉田さんにエルダのお前にならって言われてるんですね、言われてましたね、今ちょっと杉田さん、はい、はい、ちょっとだけ、はい、で、主人公はですねエルダ族、エルダ族、はい、エルダ族ということになっております、人間でもないんだ、人間でもないんですね、なんか選ばれし感じありますね、選ばれてる、そうね、どこにも属さない、あれ、ね、エルダ族が主人公で、待って、すーちゃん、諸星さんって妖精さんって、そうなると、そうなんです、妖精さんも謎なんですよ、妖精族、妖精族っ
ですね。だからまあ羽があるという点で言えば、そうか。今一緒に仕事しました。そんなカテゴライズしている。どうなんですかね。そこにはもうないっていう妖精さんっていう、ね。それはまだ教えてくれないんだ。だ気になるな。そこもちょっと、ね、気になるところではありますね。確かに。ただなんか。ファンタジーにおける妖精って、うん、もうこうキャッチーでこうそのファンタジーにとっては当たり前の存在だから、うーん、なんかこうあれですよね、妖精っていう概念があるのかどうかなっていうのが一つ、確かに、ね、確かに不思議な、ね、私は何者なんですね。逆にもう人間が化け物みたいになってますね。そうですよね、うん、逆世界だとして捉えると、うん、妖精っていう概念あるのかなってもふとね思ったり、確かに、はい、というね、はい、ちょっとそんな種族および種族に含まれていないものも見てまいりましたが、うん、さあちょっと気になるのが花江さん、はい、やっぱりラインナップになかった人間、うん、人間です、はい、人間ね、ちょっとご説明してもいいですか、人間について、人間についてご説明します、語る人間について、はい、こちらですね、世界で初めてモンスターを描いたとされるルネサンス期の幻想画家ヒエロニムス・ボスのデザインをリファインしております。他のどんな種族の動物とも似ていない異様な姿を持つ、正体不明の怪物、いずれの個体も体内に暴走状態のマグラを多量に宿しており、うん、周囲のものを無差別に攻撃しようとする、およそ知性を感じさせない凶暴な性質でありながら、人でもたやすく扱えないほどの高度な魔法を行使するなど、生態に謎が多い。体も頑強で、大型の個体は軍隊すらも壊滅させる場合がある。人間です。人間恐ろしいですね。俺たち、見た目すごいです、人間の描かれ方がね、マシンの姿、我々の、ね、だからいろいろその中にもね種類がねあってね、ホモアバです、ホモゴルゴルレオ、ゴルレオ、ホモゴルレオ。松田さん、マグラって何ですか。マグラとは、マグラ、マグラって何。いや、ちょっと知ってるかなと思って。いや、なんか MP 的なやつか。マグラ、煮えたぎる状態のマグラだから、まあ言ってしまうとその、ね、闇じゃないですけれども、うん、何かをやっぱりね、うん、まあ、魔力かな。魔力でも、魔力って単なる魔力なのか、どういうふうに、暴走状態ですかね。そう、暴走状態の魔力って考えると、そうだ、コントロールできない、無差別攻撃。なるほど、ドグラマグラ関係してくるのかな、そうちょっと思いましたけれど、ね、皆さんコメント欄でもね、そう、私何かこうね、その何かで発生しちゃうんでしょうね。めちゃくちゃ物語ありますから、ね、なんかありそうですよね。結局一番恐ろしいのは人間っていう話ですね。早い、行き着くのが早い。もう長く生きてる種族の方悟った、悟りました。でも、ね、ホモサピエンス的なこうネーミングなのか、ホモ何々っていう流れで出てきそうですよね。意味ですね、これね、はい、確かにね、アトラス作品の描く人間っていうのがね、また新しい形でちょっと出てくるんじゃないかなと思いますが、さあね、ちょっとストーリー進めていくうちにね、そこもちょっと明らかになってくるんじゃないかなと思います、うん、はい、ということで続いて、ここからは気になるストーリーについてのご紹介がこちらです。はい、メタファーリファンタジオ物語の始まり、うん、はい、さあ種族とね、なんとなくの登場人物といいますか、うん、あ、登場人物はこれからですけれども、うんうん、種族分かったところで今回どんなお話なのかを触れていきたいと思いますが、はい、では賢章さんお願いいたします。はい、紹介していきたいと思います。先ほどちょっと出ましたね、はい、主人公は忌み嫌われる少数希少な種族、うん、エルダ族の少年、はい、うん、相棒の妖精ガリカと共にこの国の王子にかけられた呪いを解くために旅をしています。うん、王子を蝕む死の呪いを解く解除の方法はただ一つ、うん、呪いをかけた術者の命を奪うこと、うん、広大な大陸を股にかける旅の中で少年はたくさんの人々と出会い、彼らと絆を結び、やがて王国の真の姿を知っていくことになる、うん、旅の幕開けは王国全土を揺るがす大事件から始まった。はい、大事件、大事件、何大事件は、いいですね、
ね、うん、これ気になりますね。少数希少な種族、うん、すごい、ね、エルダ族。俺エルダ族がええ。俺特別になりたい、選ばれちゃうな、みたいな。俺はあのエルダ族がええ。あ、俺エルダ族すかって言いたい。だけど意味嫌われてますよ。あ、ね、そうですよ ね、 ね、何が理由なんだろう、何なんだろう ね、 ね、うん、何か多分あってそういう扱いになってるのか。ただね、うん、そこはやっぱガリカちゃんとね、可愛いのか、はい、ね、ガリカ可愛いですね、共にね、夫愛もかっこよく、これでこれがエルダ族の特徴だったりするのか な、 な、 のかな、うん、気になるの。確かに夫愛いいな。でもこの旅の目的がやっぱその術者の命を奪うことっていう、うん、穏やかではないよ。これがなかなかね。穏やかじゃない。穏やかじゃないです。穏やかじゃない。穏やかじゃないとこからみんな始まってますから。はい、でその大事件から始まって、ね、まあ、王子とか呪いとか、ね、うん、あとはまあ術者のね。今日記念日ですか、ね。記念日でなんですか。そうなんですよ。本当嬉しいです。本当これで無事年を越せるなっていうぐらいね、喜ばしいんですよ、うん、この作品のね、うん、こう動きが ね、 ね。そう、ただやっぱりそのファンタジー的なあのプロローグではあるんですけれども、絆をね結んでいくっていうのがね、うん、まあそのねペルソナらしい部分もあるのかなって思いつつ、うん、私個人的に全然ちょっと他の PV にあったところと変身っぽい感じありませんでした。変身っぽい感じあった、ありましたよね。なんか こういうやつですか。そう、ボーン、あれがずっと気になってて、はい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 、あれがなんかちょっと、はい、叫んでました。そう、叫んで変身して、はい、あのペルソナもなんですけど、アトラス作品でアバタールチューナーっていう名作があるんですけど、はい、あれもこうちょっと変身するというか、うん、自らをこうね、なんていうか突き破る感じがあって、うん、ちょっとそういうだから、いろんな作品のいいところだけど新しい物語っていうね、うん、あそこのシーン、はい、あそこのシーン、各キャラクターにあるかもね、はいはい、え、何、あるかもね、あるあるかもね、みんななんかなっちゃうんですか、あるかもね、あるかもね、あるかもね、どうだろうね、どこまで触れていいか分かる、ちょっとなんかざわざわしてきてるからこの辺りにしとくんですけど、もしかしたらあるかもね、あるかもね、あの変身がずっと気になってて、どこからみんな物語がありますからね、ですよね、ここからではちょっとそのストーリーね、改めて花江さん、ここからご紹介お願いしてよろしいでしょうか。はい、ストーリーですね、国王が狂人に倒れ、ユークロニア王国は世継ぎがいないまま統治者を失ってしまう。次の王は誰か、その混乱の最中取り行われた王の葬儀の場で、誰も予想しえなかった魔法が発動する。魔法、来たる10月の英雄の日、我が魂が真にこの世を離れるその日までに、国民の信託を最も集めし者が次なる王となる資格を得るものとする。空に突如として響き渡る死んだはずの王の声、なんと王は己の命と引き換えに国民投票によって全国民に王位争奪を競い合わせるという壮大な魔法を仕組んでいたのだった。主人公は自らの使命を果たすため、王国全土を巻き込んだ王位争奪の大レースに身を投じることを決意する。はい、え、じゃあ誰もが王になれるかもしれないですね、というこれ、ね、ですね、だから人気者になればいいってことですね。お、あ、じゃあ花江さんも実質王に、ね、あ、まあ、じゃあいいですか、ね、じゃあもう立候補します、ね、いやもう実際いけそうです、いやいや、うん、花江くんが王様になったら、うん、トイレと同じぐらいサウナ作ります、ね、そんなに今そんななんですか、はい、そうなの、はい、10歩歩けばサウナ、そんなに、うん、サウナだってそんな世界にしてみせる、公衆サウナが出よう、公衆サウナーたちに絶大な人気を、ね、もらえそうなんちゃう、でもそれが可能な世界になってしまうっていうことですよね、そういう公約を掲げるってことですよね、いやっていうか、あれ選挙っていうのが前代未聞じゃないですか、うん、確かに、ね、あのメインにするというか、うん、システム的な、ね、はい、ところでもね、それがすごいですよね、このね中世ファンタジー世界でね、はい、うん、そうですが、まあ、このあたり冒頭の映像でも触れられていましたが、そうなるとやっぱりこう様々な、ね、手法で人気を集めようとする人が出てきますが、うん、ちょっと皆さんに伺いたいのが、皆さんだったらどんな公約で来ました、帰ってきました、はい、ああ、あ、僕？はい、じゃあ検証さん、はい、はい、
お願いします、はい、私が国王になった暁には交通手段の料金を一律にします。お全部ですか？いいですね。現実的 なんか現実的じゃないけどなんか薄いいいなってちょっと何でもってことですか？何でも表記とかも一律、はい、いくらなんですか？いいのいくらなんですか、ね、そうですよね。あそこ大事、そこ大事よね。だって飛行機往復100円。いやこれ実現できないのやめてよ。会社がすぎる、ね、社会が壊れる。安いな。確かにでもそういうのそういう公約掲げて人気を集めてる。スイカで乗れる、すごい。いろんな文明がちょっととんでもなくなっちゃうんですけど、ただそうでも本当にそういう公約とかでとんでもない候補者出てきそうじゃないですか。なんかねさっきのパリピ族とかはそうそうパリピの方とかやってきそうですよね。そういう、だからどんな選挙戦になるのかも、ね、だから多分これ絶対実現できないじゃんみたいなのでちょっと信用落ちちゃったりとか、はい、なんかシステム的にそういうのあるんじゃないですか。いやだから結構そのなんかできそうでできないこの微妙なラインを多分攻めて、はい、そのなんか結構その葉っぱかけて言うとかそういうことはありそうだよ ね、なんかね人気集めたもの勝ちになってなんか映像の中にもこう台の上に立ってねこうやってありましたもんね。ちょっとポイント集まってる、あの早見さんの公約が気になる。私の公約はそうだな、あこんなのどうですか、はい、あの月に1回みんな好きなご飯屋さんに無料で行けます。いい平和すぎるよ、どこでも。あいい、で結構人によってだから幸せ、そう、うん、その自分はいつも食べてる、うん、なんかこう定食を月一ただで食べたいって人もいれば、うん、月一だからなんだ、ね、それのために頑張ってみたいなね豪華なところ行こうって人もいるから、はいはいはい、結構こうちょっとの贅沢というか、うわー、なんかみんな幸せになれる、優しい公約ですね。本当ですか、ねね、こんな人が候補者にいたらいいのに ねっていう。でもちょっと働く人がどっか行っちゃう可能性は。それどっから出てるんですか。その無料ドキそうですね、いいんだよその細かいところは。振りかな、ね、ドキ、ね、でもまあ3人やったからやっぱり、あ、ね、嘘やだ、ひどい、超ファンタジーで、よしこのコーナー終わりみたいな感じでこうやってたからやっぱ聞いとかないとなと思って、はい、行きましょうか、ね、いいよ、なんか己の欲望をむき出しにしてもいいよ。そうだよ、俺なんて100円って言ってるだけ、じゃあ、お酒の料金を一律にえ飲み放題ですか。どこ行っても100円で飲み放題、はい、すごい、え、何でも何でも、じゃあお酒じゃなくても、うん、好きな飲み物何でも、はいはいはい、どこのお店も飲み放題が100円。あ、私そこについてっちゃうかもしれない。素晴らしいよ、すごいな、それはね、何時間でもいいし、それ、それ次の日休みになります。なります。であればあれは最高です。お休みもつけます、うん、お休みもつけてくれる、嬉しいわ、みんな飲みまくっちゃう、それは本当、うん、それにします。いや、これですね、それに候補します、ね、投票します。なんかこうやって多分本当にいろんな候補者出てくるんじゃないかなっていう ねだって分からないけどサブクエとかも多分ゲームだとあるかもしれないし、ね、うんうん、どんなものがねちょっと出てくるのかぜひ始まってのお楽しみですが、うん、さあ続いて参りましょう。続いてはこちらです。メタファーリファンタジーを主人公と世界変革のために集う仲間たち、うんうん、ということで、さあここから登場人物改めて掘り下げてまいります。まずは主人公花江さんお願いいたします。はい、私演じます主人公なんですがこちらです、はい、幼い頃からの親友であるユークロニアの王子にかけられた死の呪いを解くため相棒の妖精ガリカと共に旅をしている少年、国境である聖教から、はい、教えに反した危険な魔法を受け継ぐ汚れた種族という烙印を押された少数、種族、うんうん、エルダ族の生まれであるため人々に忌み嫌われ、差別と好奇の目にさらされているという、はい、はい、9番目の少数種族、かっこいいな、ね、言い方、9番目という感じの少数種族、でも劣等種なんですよね。
そのために意味嫌われてっていうね。ただ好奇の目にさらされているだから何かしら狙ってくる。まあ、だからその向こうの人たちからしたらちょっとなんか変わって見えてるとかそういう感じなんだ、まあ、希少価値もね、うん、あるのか。印象、この種族としてはもちろんですが、はい、主人公というキャラクターの印象っていかがでした？なんかとってもこう、なんだろう、中性的なこう、うんうん、雰囲気があって、はい、最初はなんか女の子なのかなってちょっと 思いましたね、思ったりとかもしたり、あとオートアイがすごいかっこよくて、で、服装がこれ、なんていうんですかね、ね、ちょっとレトロな感じが60年代、70年代とかねしてて、それもまた似合ってて、かっこいいので、だから最初のこのかっこいい見た目だったりとか、おしゃれな感じからはおよそ想定できない選択肢が出たりするんで、あ、それちょっと面白い演じるとき楽しかったです。3枚目な、はい、結構じゃあとんでも選択肢もあるんですよね。ちょっとありますね。それを聞きたいって言って選択する人いそうだよね、そうですね。ね、ではそんな主人公と共に旅をする諸星さんのご紹介、ガリカ、ね、では諸星さんお願いいたします。はい、ガリカはですね、あ、こちらです。はい、主人公の旅の友であると同時に王子救済のための匿名の案内役でもある妖精。体が小さいため戦いには参加できませんが、妖精ならではの特質から魔法の知識やマグラの感知に関しては主人公より長けている面も、価値観の違いから厳しい物言いをすることもありますが、心強い旅の味方です。あ、いい、マグラの感知できるってことだね。そう、なんかでもありました、結構本編の中でも、マグラに敏感で結構こう感情が揺れ動いたりとか怯えるみたいな、そういうのがなんか人一倍ある感じの子で、でもすごい普段は心強くて頼もしくて、なんか相棒っていうかお母さんって感じ。主人公、お母さん、ずっと身の回りのお世話はしないかな、なんかこっちおいでとか、こういうことやってみたいな、ガリカママ、導いてくれるの。たまにちょっと衝突したりとか。相棒らしいですね。そうそうそう、でなんかお母さんっぽいけどすごいやっぱちっちゃい体だし、なんかすごいけなげに一生懸命動くんですよ。なんとかして主人公の役に立ちたいって言って、それで結構自分の中でも葛藤があったりとか、可愛らしい面もあって、かわいい、結構いろんな感情になりましたね、サポート役にしては。はい、すごい。でもそれでちゃんと主人公も衝突したりがあったんですね。それも本当選択肢によってみたいな、ね、感じなんですよ。いや、しかしお母さんって聞くとちょっと楽しみになっちゃいますね、なんかこうただの相棒じゃないというか、なんかそういうママみを感じました、いろんな局面でね、どうなるのかっていうのが楽しみで、さあ続いてはストロールについて賢章さんお願いいたします。はい、はい、ストロールこちらです。はい、王都の母兵舎で知り合ったクレマール族の青年です、はい、まあ、あの正義命みたいな感じなんですけども、はい、正義を尊び頭も切れる好青年だが、貴族家の出身でありながら平民に混じって、志願兵の列にいるなど、まあ、何やら複雑な事情も抱えているのかもね。かっこいいですよね。ね、ちょっとポージングが、何どうしたんですか、笑っちゃいますね、ポーズがない、それそうだよ、やめなって、このなんだろうね、若干かっこいいじゃん、足の角度がね、ちょっと見たい、膝の角度がね、いや、なんかかっこいいんだけど、つま先立ちしてるよね、多分ね、 あれ、このポーズすごい決まってますよ、相当決まってるよ、でもああ、決まってかっこいいです、なんか気品がね、この内股に現れてるのか、いやでもね、相当本当にまっすぐで、正義感が強いんですよ、でやっぱその自分が貴族出身っていうのも、まあ彼の中でその貴族としての振る舞い方はどうなんだっていう、こうであるべきなんじゃないか、でもそのなんかその自分の貴族としての在り方にまあ悩むこともあったりとか、まあ仲間と出会っていって他の種族とかとこういろいろこう会話だったりを重ねていく中で、こう結構その道を探していくような、はい、で最初そのなんか収録の時点ではあのクールな
感じでって言われたんですよ。そのなんか頭も切れるし、あの貴族っていうのもあって、あのクールに、まあ、全体的な雰囲気としてはクール寄りで演じてくださいっていう風に言われてスタートしたんですけど、もうなんかその正義感の部分が結構強くて、そのキャラクター自身が、でももうどん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 熱くなっちゃいました僕自身は。なんでそのなんかなんて言うんでしょうね、そのクールさとどんどんその正義だったり自分のそのあの性格なんか通したい筋みたいなののためにこう戦っていく、そのなんか熱くなっていくところみたいなのはこう注目してほしいポイントでありますかね、うんうん、はい、多分めちゃくちゃいいやつというか、うん、なんかそんな感情移入ができそうというか、ね、まあ、とにかくまっすぐでした。まっすぐですね、はい、うん、そうしかしね、動いているお声は本当ぴったりでした賢章さん。あ、本当ですか、はい、あの感じが、はい、さあそして最後は早見さんやってまいりました、はい、ヒュルケンベルグについて。はい、ヒュルケンベルグの紹介はこちらです、うん、はい、元王子付きの近衛を任されていたルサント族の騎士、かつては王族の近衛であり王子のそばに仕えていた。若くして王族の親衛に推薦されたその腕前は確かで、数々の武器に長ける。だが王子襲撃の後は主君を守れなかった失態を悔い、汚名を背負って放浪していた。いろいろあるんですね、本当強いけど弱いみたいな部分がありそうですね。そうなんですよね、あの本当に凛々しいキャラクターですし、まあ、あのさっきもありましたけど、はい、結構パワーな感じで生きてるんですけど、その過去にね、いろいろあったことが、うん、まあ、ちょっときっかけで一つ心に抱えてるものもあって、ちなみにあの過去のボイスも撮りました。過去とは、うん、内緒です。まあだからこのそう、はい、あれですよね、今言った王子襲撃の、はい、放浪していました、放浪している期間もありましたから、ヒュルケンベルグは、はい、なんかあのこの企画始まった頃、まだプロジェクトリファンタジーの名で始まった時に赤い髪の女の子が印象的で、横向きのいましたね、あそこに繋がるのかなって勝手に期待しちゃうんですけど、ああ内緒です。分かんない、言っていいのかもしれない、いろいろありそうな方ですね。もういろんなボイスの表情があって、うん、はい、ちなみにあの下手者好きなんですよ。ちょっとユニークな。それだけはバラしちゃダメだったんじゃないですか。下手者好きだけは。下手者好きだけは。過去もいいのに。言っちゃったか。大丈夫。言っちゃったか。大丈夫。そこは絶対大丈夫。そこ絶対大丈夫か。はい、言ってました。大丈夫ですと。ちょっと抜けてるというかね。可愛いらしい。お食事でじゃあとんでもない、うん、とんでもものなんか料理作るのありましたよね、うん、システムで。あ、あるんですか？なんか入ってませんでした？あるんですか？ね、ゲーム内にね。あったかも。ありますよね。いろんな、大丈夫。あれでとんでもないのを、ね、作ったら喜んでくれる。結構なんか、ことあるごとにそのなんかあのその下手物を見て、はい、それ食べて美味しいぞみたいなことを言ってて、引いてた思い出がそうなんですね。で、なんかそれも結構もうガンガン言っちゃってくださいみたいな、テンション上げてくださいみたいな。ディレクションもらいました。じゃあちょっとかなりあのユニークな部分もたくさんありそうで、やっぱあります、ね、うん、それすごい楽しみで、さあそして他のちょっとね、最後のキャラクターこちら私からご紹介させていただきます。この方、はい、ハイザメさんでしてね、お声は大塚明夫さんが担当されております、うん、元騎士の肩書きを持つ有事付属で、種族の特性から音に大変敏感で、うん、他のものが気づけない異常わずかな、ね、こう音から察知できます。でちょっと他の種族と異なるその容姿から差別を受けることも少なくない、うん、でハイザメも複雑な過去を抱えているそうです。うーん、要素すごい、うん、CV も相まっていや、可愛いかける可愛いですよ。一周回って一周の可愛い捉え方ですね。可愛いかける気になるな。可愛いかける可愛い、どうなっちゃうんだろう、ね、気になるわ。先ほどね、また別の方なんでしょうか、ちょっと女の子っぽいね、うん、種族は ね、そう、有事付属はいらっしゃいましたが、ちょっとでも和テイストな感じ、うん、そうなんですよね、うん、そう、刀を持ってて刀なんだね、かっこいい、
侍感、なのでどんな感じでね動いてくださるのかね、うん、楽しみですが、さここまでのゲームにねたしなみ深い賢秀さんとしてはいかがでした？あ、たしなみお好きと、まあまあゲームは好きですけど、いやもう本当にそのキャラクターそれぞれの個性的ですし、うん、もう本当に多分世界観とかストーリーも相まってもうすごいものになるんだろうなっていうところはもうもちろんもう大前提の上で、やっぱシステム、はい、ゲームシステム気になりますよね。気になりますよね。わかりました。ではそのあたりのお話、ね、続いてまいりましょう、はいはい、さあ続いてはこちらです、うん、メタファーリファンタジオユニークなゲームメカニクス、うんうん、やってまいりました、はい、こちら本作のバトルについて触れてまいりましょう。まずスライドがこのようになっておりまして、敵にコマンドバトルを挑めることはもちろんですが、自身より格下の敵の場合はフィールドのアクションで敵を投げ倒すことができます、うんうん、シンボルエンカウントではなくボス以外のフィールド上の敵に対しては任意で戦法を選べることが今回のバトルの大きな特徴です。すごい、はい、ですのでもうね時短と言いますか、うんうん、はい、スムーズにもう雑魚敵は一発でみたいな感じ、はい、ですね、はい、このように、はい、そしてペルソナ5のバトルからも大きく進化を遂げています。で詳細は未公開ですが、今作多様性のあるパーティー編成が楽しめるそうで、さらに詳細はまだ未公開ですが、アーキタイプという要素でメンバーが全員カスタマイズを楽しめるようなパーティーカスタマイズの集大成ともいえるシステムになっております、まあ、詳細未公開が多いですけれどもかなりバトルシステム楽しめるそうです。いやいいですね。でもなんかそういうその雑魚敵、はい、みたいなのをこう、まあ、サクサク倒せるのもそうですし、多分そのアクションバトルが苦手な方でも、はい、コマンドバトルに変えて楽しめるってことですもんね。そうですね。なんか本当だからいろんな方に楽しんでもらえるし、はい、そのサクサクストーリー進めたい人にとってもありがたいシステムが結構満載ってことですよね、うん、そうだと思います。本当にストーリー楽しみかいたか、楽しみたい方はもちろんですけど、うん、バトルそのものもかなりねやり込み要素があるんじゃないかなと思いますが、さあアーキタイプですね。アーキタイプ、はい、アーキタイプ、ジョブみたいなものでしょうか。なんかいろいろありそうな ね、うん、ですね、うん、まあ、ナイトとかモンクみたいなね、うん、あそうジョブね、はいはい、だから各々でジョブをこういろいろって考えたらかなり編成しがいありますね、うんうん、なんかねPV とかにもよく見るといろんなジョブがね、うんうん、ありましたね。シーフみたいな、シーカーとか、シーカーかな、はい、あとソウルハッカーとか、あーソウルハッカー来ちゃいますね、はい、ですのでかなりこう自由度の高い戦闘になるんじゃないかなと思いますが、うん、さあ続いて旅の日常についてご紹介させてください。旅の日常、はい、何ですか。旅の中にも日常がございまして、例えば、うん、ペルソナのシリーズですと学園生活1日1日をこうカレンダーで進めるような日常が体験できましたが、今回なんとそのリアルな日常のメカニクスがスケールアップしまして、例えばこう旅行に行った時とかってお昼はここに行こう夜はこれをしようってあったりするじゃないですか、はい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 、ですのでそんな実際に旅を計画しているような日常感を味わうことができるんです、楽しそう、ね。さらに世界各国への移動はこの鎧の戦車、凱旋車を使用して移動するね、もう本当お家みたいな感じでね、そうもういろんな拠点を移動していく。バーベキューしてる、ね、すごい料理して。そう。このスケボーみたいなの。ね、スケボー、ね、なんだろうこれ。ここがもうなんていうか。お宿であり、うん、こう移動手段でありみたいな、うん、あお料理してますね、はい、わいいな、楽しそう、ですので、まあ、今回ねそのこれまでの、まあ、ペルソナシリーズだったら学園生活の日常の部分がこの凱旋車の中で旅として、ね、うん、スケールアップしているということで、どうでしょう、こう行きたい国とかってあったりしますか。どなたか1名限定でもしかしたら行っておいたら連れて行ってもらえるかもしれない。もうそれはもう主人公、うん、はい、じゃあフィンランドでお願いします。サウナやサウナやそんなにサウナですかでもなんかちょっとさっき話してた早見さんもフィンランド、あ、まあ、そうなんですよ。そうフィンランド大使館キャラの声やらせてもらったことあって、はいはい、一回も行ったことなくって、ね、なかなか行けないですよね、うん、確かにね、オーロラとか見たい、オーロラ結構一人で行くには勇気いるし、うん、確かにそうですね、時間かかりますしね、なので、まあ、ちょっとそんな旅の感覚をもしかしたら味わってもらえるんじゃないかなというね、うん、はい、以上メタファー5つの魅力をご紹介いたしました、はい。
さあここまではクリエイターやキャストなど本作の制作に関わる方のお話してまいりましたが、番組冒頭でねディレクター橋野さんの映像をご覧いただきまして、実はあの動画まだ続きがございまして、橋野さんとそしてキャラクターデザイナーの添島さん、コンポーザーの目黒さんのお話も合わせてご覧いただきたいと思います。どうぞ。今回どんなゲームかって言ったら、そのやっぱり今までペルソナとか作ってきて、得意なノウハウのあるコマンドバトル入れてみたり、もうなんていうか倒し方分かってる雑魚と毎回コマンドバトルとかするのって時間の無駄じゃないけど面倒くさいじゃないですか。でそういったところはやっぱり爽快にやっぱプレイしてほしい。時間をかける場所はもっとなんていうかな、先の気になるストーリーであったりカスタマイズの部分であったり、あるいはその旅の計画、どういうふうに自軍を強めていって攻略していこうかっていう面白い部分にこそそのプレイの時間をやっぱり使ってほしいので、パッと見た敵が自分より格下だなと思ったらそのままフィールド上で敵を倒すことができるっていうのを組み入れたようなコマンドバトルがメインの新しいバトルシステムになっているというところも今回挑戦したところです。でも特定の敵はコマンドバトルでしか遊べないとか、特定の敵はアクションで倒せっていう、なんか二分されたシステムじゃなくて、どの敵が自分よりも強いのかとか、どの敵は戦ったことがあるのかっていうのをプレイヤーの皆さんに判断してもらって、どんなタイミングでもその使い分けることができるっていうふうに工夫した点も結構こだわったところなんですよね。でこれはぜひちょっと手に取ってもらって、新しいシステムなのでちょっとぜひ遊んでいただきたいなと思います。主人公とかチェックのコート着てますけれども、旅してるのに真っ白い服が汚れちゃうからおかしいんじゃないかみたいな話もされましたけれども、その辺はどちらかというとデザイン優先というかスタイルのあるキャラクターにしていきたいなという思いでデザインしてます。ペルソナもメタファーも両方主人公には名前がついてないイコールプレイヤーのキャラクターなんですけれども、今回の主人公のデザインをしている文脈と今まではちょっと違うので、イラストとか描いていて主人公がセンターに来た時に受けるその全体の印象っていうんですか、今までよりも目にそのなんて言うんでしょう、自己投影以上のキャラクター性が感じられるのかなっていう自分は思ってますけど、主人公が剣に乗って飛ぶとかですね、凱旋車っていう乗り物が出てくる、舞台もファンタジーって新しい世界観になるということで、やっぱり新しい知恵だったり新しいクリエイティブの力をちょっと借りたいなっていう相談をしまして、今回、旅の移動馬車となる凱旋車って我々呼んでるんですけど、それのデザイン原案を、エヴァンゲリオン等で、有名な山下郁人さんに、背景美術設定の方を、ニアオートマタ等の作品でもすごく活躍されている甲田和馬さんにお願いすることにしました。ゲームのテーマ性とか作品性とか物語とかいろいろな基礎設定を十分お話をさせていただいて、でそれですごく上がってきたもの、提案を受けたものっていうものにすごく意外性も感じたりとか、こういう解釈をするんだ、そういう発想もあるんだっていうことで、すごく我々も刺激になって、でそれにまた便乗する形ですごく力とクリエイティブをもらえたなっていうふうに思っているので、大変満足してます。多様性の部分ですごく音楽の振れ幅の広さは、大きいかなっていう気がしてますね。宗教音楽をテーマにしていて、そのメタファーという世界観であるであろう宗教の音楽っていうのはメタファーの世界にいる種族によっても、宗教がおそらく信じているものが違っていて、それに根ざした音楽っていうのはどういうものなんだろうなっていうのを、僕が勝手に
深掘りして考えて曲をそういうテーマに合わせて作っているっていうのがあるので、だいぶ広い解釈というか、そういうのがあるかなとは思いますね。アトラスで今までやってきた曲の中では、ああいう大型の生録音したことがなかなかなかったので、その辺はすごくこの音として豪華になってるかなっていう気がしますね。またペルソナとは違った、アプローチで、やっているので。当然バトルとか、まあ、育成、パーティーカスタマイズ、あと旅の日常性ってところもかなり存分に入っているので、テンポよくいろんなゲーム要素を楽しみながら進められるように作ったんですけど、ものすごくそれがたっぷりと凝縮されて入っているっていう作品に、仕上がってきたなっていうふうに思います。どんなゲームになったかなっていう形であんまり他にないなっていう、まあ、世界中の、あの RPG のファンに、メタファーリファンタジーを届けたいと思ってまして、ちょっと具体的にはまだ言えないんですけど、世界各国あの使用できるようなあのゲームをお持ちして、いろいろ、まあ、体験会などイベントなりで世界巡りたいと思っています。なのでお会いできる時を楽しみにしてますので、ぜひ引き続き応援いただけたら嬉しいです。ございましたが、やっぱりね、まあ、バトルであったりとか、まあ、あと音楽もそうですし、副島さんの主人公デザインがね、やっぱりちょっとこう自己投影以上に、ね、何かあるんじゃないかっていうことはお話しされてましたね。ですね、うん、そう、アトラス作品だとこれまでプレイヤーの分身が主人公っていうイメージだったんですけれども、花井さんの今回の主人公ってやっぱそこから一歩踏み込んだ。そうですね、はい、結構意思を感じるというか、うん、まあ、ムービーシーンとかもあるんですけど、そこでも喋りますし、結構なんか重要な選択というか、はい、物語に沿った言動をちゃんとするので、いや、そこがすごく楽しみで、あとはね、そう、賢秀さんも先ほど気になってた、あの、はい、かなりバトルのね、プレイヤーによって戦い方変わってきそうだなっていうのもね、そう、シンボルエンカウントではなく、あのもう多分ね、 P5 プレイされてると分かると思うんですけど、本当に今回さらにあれを超える操作性の気持ちよさがきっと体感できるんじゃないかなということをね、感じて、すみません、私ばっかり喋りすぎて。いやいや、もう喋ってください。そうなんです、ね、あとは何でしょう、あの早見さんにちょっとお伺いしたいのは、はい、すごく音楽たしなみ深いので、そう、なんかやっぱりちょっと今までに触れたことない感じのジャンルなんじゃないかなって。すぎる、うん、もうあの感じのレコーディングはもう絶対にいい音楽を作る空間なんですよ。あの弦の感じとか、はい、もうでも宗教音楽っていうキーワードもありましたけど、やっぱコーラスとかもあるし、はい、なんかその本物の住職さんによるお経とかもあるから、もう多分すごく曲がいいと、どんだけやってても無限に入り込めるというか、はい、世界観がそこで完成されてる感じがあるんだろうなって感じましたね。そう、そして諸星さんって多分こういうテイストの作品って今までありました？こうなんか初めてだったかなって。そうですね、はい、ほぼないので、なんか私的にも挑戦でしたし、今回このガリカっていう結構本当重要なポイントでやらせていただいて、はい、その世界観っていうものもちゃんとこう自分でこう飲み込んでやらなきゃいけないキャラクターだったので、改めてこうして自分がこう楽しむ側としてこのゲームをプレイできるのが本当に収録の段階からすごく楽しみだったので、待ち遠しいなと思いますね。本当に待ち遠しいですね。といったちょっとアトラスの本気を感じるね、こちらの VTR ご覧いただきましたが、さあ、そんなあのこれだけね、もうすいません、気合いの入った VTR でして、あのメタファーっていう作品がアトラスにとってとっても大切な集大成といえる作品なんですね。ですのでこちらご覧ください。
はい、なんとアトラスですね、こちら1986年に誕生して家庭用ゲームの企画開発を主に行うコンシューマーゲームメーカーでして、代表作は新女神転生シリーズ、ペルソナシリーズ、そして世界中の迷宮シリーズなど、もうね、全世界のユーザーの皆様からたくさんありがたいご支援いただいております。で、そして来年2024年この1986年からですね、アトラスが自社ブランドのスタート発売から数えて35周年となりました、うんね、ですので自社ブランドでこうしてもう35年目を迎えるということで、こちらのロゴに、ね、アトラスのマスコットキャラクタージャック・フロストがデザインされております。この子は皆さんってご覧になったことありますか？なんとなく、はい、ね、うん、まあ、ゲーセンでも。そうですよね。ね、あ、うんうん、嬉しい。なんとかクラブとかで。なんとかクラブ。もうアトラスといえばね、おなじみのこの子がロゴに入って35周年ですね。自社ブランドスタートから、ね、節目を迎えることになりました。ですので、そんな自社ブランド35周年を迎えるアトラスさんからのメッセージ、ここはちょっと花江さんに代読していただいてよろしいでしょうか？はい、わかりました。読ませていただきます。新女神転生ペルソナに代表されるように、アトラスは現代劇を数多く手掛け、独自の舞台、独自の体験をプレイヤーの皆さんへ提供してまいりました。そんなアトラスがペルソナ5で世界的な支持をいただいた今だからこそ、ファンタジー RPG というジャンルに挑戦します。現代劇の枠組みでは描ききれなかった幻想劇、単なる回顧的な原点回帰ではない、独創と共感のポリシーをファンタジー RPG というジャンルでプレイヤーの皆さんへ送る、アトラスの集大成となる記念作品です。不安に怯えて立ち止まってしまうと前には進めない、そんなメッセージを軸にシナリオやゲームプレイを構築、ペルソナ5までと同じ心構えで作り届ける、一味違う好奇心を満たす体験をメタファーリファンタジオでも実現します。はい、今回の作品のテーマ、不安への向き合い方って伺っていて、ね、だからでもそれで前に進んでいくぞっていう、なんかこのメッセージなのかなって、ね、うん、すごい本気度が、でもね、集大成ってね、そうなんですね、おっしゃってますからね、いや楽しみです、ね、ですので35周年このメタファーリファンタジオを楽しんでいただきたいと思います。花井さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、そして映像の後半でですね、橋野さんから世界を巡りたいという話ございました。こちらをご覧いただきたいと思います、うん、はい、なんとアトラスバンドこのね35周年ワールドツアーということで、うんうん、このアトラスブランドのね、ブランドのね35周年記念して、メタファーリファンタジオの最新情報に触れられるプレミアムツアーを世界各地で計画中とのことです、うん、なので花井さん、もしかしたら、はい、ね、先ほどのフィンランドチャンス行きたいですねあるのか、なんかフィンランドは、うん、もしかしたらね、まあまあめったにね、ないですけどね、フィンランドないですから、ね、はい、ですので、まあ、一体どういったツアーになるのか、詳細はね続報ご期待ください、はい、さあ、ね、番組も終盤となりまして、ここからは再度お知らせですね。まずはこちらです。はい、なんと週刊ファミ通2023年12月21日発売号にてメタファーリファンタジオが表紙を飾ります。さらにその表紙、うん、副島さん書き下ろしの表紙デザインです。つまり今まで見たことのないメタファーのまた新規なね、新規のイラストが出てまいりまして、本日お見せできませんがお楽しみに、うん、さらに橋野さんをはじめ開発者インタビューもございまして、超大特集として18ページもの大特集未公開カットとなります、うん、18ページですよ、うん、18回に来るんですよ、表紙らしい、ね、そうなんです、うん、ですのでぜひこちらね、ちょっとゲットしていただいて発売まで楽しみにお待ちいただきたいと思います、はい、改めてメタファー製品概要をおさらいしてまいります。こちら、メタファーリファンタジオは XBOX シリーズ XS、Windows、PlayStation 5、PlayStation 4、Steam にて2024年秋に発売予定となっております、うん、いや待ち遠しいですね、うん、はい、まあ、でもね、1年あっという間だからね。そうです、僕がご褒になったら価格を100円に統一します待って努力もありますしね。やっぱり良くないですね。100円の今のは良くない。失礼しました。
はい、ですのでぜひ皆さんね、続報お待ちいただいて楽しみに待ってまいりましょう。いや、2024年秋ですよ、うん、ね、今からも待ち遠しいですね。待ち遠しい、うん、本当に嬉しいです、うん、さあといったね、ちょっと番組も盛りに盛り上がってお別れの時間になってまいりました、最後ですがね、ちょっと年末も近いということで、本日のゲストの皆様にメタファーリファンタジーを漢字一文字で表現していただきたいと思います、はい、はい、年末企画みたいな形でもう気楽に本日のね、こう感想といいますか、うん、印象でも構いません。漢字一文字で皆さんの支持を集めるような一文字をバシッと決めていただければと思います。ぜひあのコメント欄の皆様もね、今日番組ご覧になってメタファーの印象漢字一文字でございましたら、どしどしコメントでお寄せください。そもそも漢字一文字で表せるかどうかは別として、そこからね、ちょっと何でしょうね、補足をいただく感じなのかなっていう、うん、お、もう、はい、はい、開けました。早いそれ OK ですかいやいや、もう大真面目に書きました、はい、あ、神、あ、はいはい、幻とか、あ、角、あ、はい、あ、旅ね、あ、旅はそう、あ、ごめんなさい、 あっていう声が、あ、全然、愛ね、うんうん、俺、あ、俺もあったわ、あ、間違えたかも、杉ありますよ、杉はね、確かに杉の声でね、なんかね、うんうん、目覚める感じもありましたけど、ね、まだね、キャラ名が言えない、ね、そうなんですよ ね、 そこはね、本当に続報を待ちいただいて、なんだろう、私だったら命だな、うん、命、はい、私の命がかかっている作品本当に、秋まで絶対命をつながないと、そうなんです、ご協力よろしくお願いいたします、はい、書きました、はい、では書けたいです。まずはでは、すーちゃん、諸星さんから見てまいりましょう。はい、もう本当シンプルに旅、間違いない、うそう、すっごいカスカスになってしまいましたが美しい、はい、字うま、ね、いやいやいや、もうなんか字もかわいいんだ、本当に最近旅に行きたいなっていう気持ちもありまして、あのこのゲームの世界でもやっぱこう現実とはまた違うこのファンタジーな世界の旅っていうのはやっぱゲームでしか感じられないものですし、でもその中でもこう日常感というか自分の世界にもこう投影できるような、そういうこうファンタジーと現実世界とつなぐこの旅っていうのはこれしかここでしかできないことなので、うん、私もそれを一緒に楽しみたいなと思います、うん、はい、ありがとうございます。ゲームでもね、きっとその諸星さんのガリカちゃんと旅をねしていますからね、はい、もう皆さんの旅を全力でサポートいたしますので、はい、一緒に行ってあげてください。はい、ありがとうございます。さあ、そしてでは沙織さん、早見さん、やりましょう。はい、はい、あの私はですね、はい、じゃん、おお、シン、シン、シン、私もちょっとカスカスになってはい、あのちゃんとね、真という感じにしました、はい、なんかそのさっきいただいた文章にもあった、その不安に立ち止まってしまうと前には進めないっていう、でも物語は絶対こう進めていく物語というか、まあ、ゲームって進めていくものだし、それによって多分どんどん進んでいくし、あの進化している作品であるし、そしてあのアトラスさんの、はい、まあ、新作みたいな、進化している進む作品、作品でどん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 やっぱり進化し続ける作品っていう意味も込めて進にしました。わ、はい、嬉しい、おい、うん、進、もう閉じようかな、それでおしまいでいいんじゃないですか、はい、いや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 、そこはやっぱり、ね、ぜひぜひぜひ先生たちは、ありがとうございます。さあ、そこからの、じゃあ賢秀さん、はい、おのれ、おおやっぱそのなんかゲームの、はい、あの説明とかいろいろさせてもらったりとか、こう VTR 見たりとかしていく中で、その自分で選択できる選択肢がすごい多かったなっていうか、そのなんかミッションもあの順番通りのミッションをこなしていくんじゃなくて、このミッションを置いといてこっちのやつをやるとか、こっちの国に行かなきゃいけないってこともなくて、こっちの国に行ってみようかなって、結構やっぱ自分で己で選択できる、はい、あのことが多いのかなっていうゲーム性をすごく印象的に感じ取ったので、はい、この感じにさせていただきました。おー、すごい、はい、
素晴らしい流れができてしまって、はい、さあ主人公、主人公、はい、これ花井さん、やっぱりね、あの、僕これを言いたいんですよ、声を大にして、主人公です、やっぱりこうね、アトラスさん的にもちょっとまあこれですって言いづらいんじゃないかなっていうので、はい、僕代わりに、はい、ちょっとすごい、なんか意味合いが色々って なんて読むんですかこれ、誰よりも太いのかな、欲がさ、なんか欲まみれよ、ね、これカネです、カネ、はい、カネ、カネ、カネです、 あ、はい、あのですね、はい、相当、はい、これ予算が確かに本当にすごくかかっているぐらいやっぱり力を入れているんだぞという意味で、はい、改めて皆様にちょっとお伝えしたいと思って、はい、まあ、一言で表して、はい、見ちゃいました、はい、大事ですもんね、はい、ここ滴ってるなんでそんなにインク出すぎではこんなインク出ます、 ただね、はい、やっぱ選挙にはやっぱ軍資金、いや、ね、必要だから、ね、必要ですから、はい、そういった意味でも間違いない、お金が必要ですし、よく見てください、うん、金の中に王という漢字ありますよね、お金の力を使って王になる、すごい、でも大事ですよ、はい、金をかけてるからいいんだ、うわ、俺はもう、はい、そうです、ゲームの中でもそうです、はい、あ、このゲーム業界でも、あ、そうですね、トップの、はい、確かに間違いない、それはタイトルとして、はい、王として、王として、王として、はい、うん、お金稼ぎましょう、行、はい、っていきましょうだと思います、ありがとうございます、本当お金でもあるし、やっぱ金のような存在でもあると思うから、うん、そうですよね、輝かしい、間違いないですね、はい、いや、ありがとうございます、皆さんすごいですね、お買い求めください、ね、ぜひ、はい、おっしゃる通りね、お楽しみいただけます、うん、幸いです、はい、さあ、では改めて一文字ずついただきましたが、最後にね、簡単にね、感想いただきたいと思いますが、諸星さん今回いかがでした、はい、いや、すごくなんか盛りだくさんな内容で、うん、私自身もすごいワクワクしましたし、きっと見てくださってる方の熱量もどんどん上がっているんじゃないかなと思うので、うん、ぜひ期待して待っていていただけたらと思います、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、もう期待しかありません。さあ続いて早見さん、いかがでしたでしょうか。はい、もうあの情報が盛りだくさんで、きっとでもこの番組でより一層こう具体的に皆さんイメージしていただけたんじゃないかなと思います。多分秋すぐだと思います、うん、はい、またこうしてお会いできることを楽しみにしています。発売待っていてください。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、そして賢秀さん、いかがでしたでしょうか。いや、本当にもう楽しみ、うん、もうとにかくやっぱ楽しみ、早くゲームプレイしたいなっていう気持ちになりました。でそれはもう見てくださってる皆さんもあの同じ気持ちになったんじゃないかなと思いますし、まあまあ、来年の秋、まあ多分すぐ来ると思いますんで、はい、あの引き続き楽しみにしていただきたいのと、まあ、本当応援していただけたらなと思います、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。すごい、もう金への支持が強いですね、はい、花江さん、ね、コメントでもご支持いただきありがとうございます、ね、はい、あのでも本当純粋に僕も早くプレイしたいなっていう気持ちが本当今日さらに強まったので、はい、もう来年秋までどういう気持ちで過ごそうかなっていうね、うん、ふうに思いますし、なかなかこう腰を据えてこうどっしり RPG をやるっていうのはこの年齢になるとちょっと難しくなってくるんですけど、それでもやっぱりそこにこう時間を割きたいと思わせるようなやっぱ魅力が詰まってると思いますので、ぜひ皆さんでプレイしてね、一緒に楽しんでもらえたら嬉しいなっていうふうに思いますので、ぜひ引き続きよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。改めましてメタファーリファンタジオ2024年秋発売予定となっております。今後のワールドツアーの情報も楽しみにお待ちください。それでは皆様またお会いいたしましょう。本日はありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。